目玉焼きを食べてます。今日もお出かけ。違う、お出かけじゃない、お仕事。は先週はめちゃくちゃ暇だったからけど、あずれー、今週はちょっと忙しくさせていただいて。目玉焼きはマヨネーズ塩コショウをかける人です。目玉焼きにはお醤油、お醤油も美味しかったな。そういえば半熟派。うん、半熟派かな。とね、冷蔵庫にね、私が弁当で入ってたら嬉しいポークピッツ、そっちの黄身も好きですけどね。はずれ。うん、いい感じ。ほら、
炭水化物がない。タンパク質と脂質だけをめっちゃ摂取してる。箸使いはね、そう、でも物心ついた時からちゃんと箸使える人だったから、そんなに困ってない。箸の持ち方とか言われたことないわ。こんにちは。私自分で言うのなんだけど、手のかからない子だったからね。こないだ生誕祭、去年の生誕祭のアーカイブを見た時に、あ、そうだよな私って、うん、そうそうそう、生誕祭の手紙に書いてあったけど、超いい子ね私。なんか前ママと二人で話してるときに、結構ママ早いうちに私を産んでるから早いよなとか思いながら、ママって生まれ変わったら、生まれ変わったらというか、まあ戻れるとしたらでもいいけど、そんな若い年ぐらいに子供を産みたいって思うって聞いたのね。もっとパパと二人の時間を長く作るとか、もう少し ゆっくりしてから一人目でもよかったんじゃないみたいな話をしたら、いや、その時はなんかいとこのお姉ちゃんが4個上なんだけど、そのお盆とかお正月で集まる時に、そのいとこのお姉ちゃんが可愛すぎてだったらしいんだけど、まあその少しパパとの時間を大事にするっていうのもあれだけど、ユーナだったら若いうちに産んでももう一回でも大丈夫って言われたもん。どんだけ手のかからない子だったんよ。ごちそうさまでした。
お姉が手のかからない子だったらアンナでもっと、あ、アンナだったら無理って言ってたよ。分かってないな。このさ、そのみんなの前にでやってるこのキャラでだけで判断してはダメ。アンナの方がいい子だったってどこから出てくるんだそんな言葉は。まあ全然違う、私とアンナ。私は怒られないように生きてきたんだけど、アンナはどっちかっていうと怒られてもいいからその後どうかわすか。怒られることは別に怖くないね。どう言って丸く収めるか。え、なんとなくさ、わからん？その感じ。うちの姉妹。わあ、今日綺麗にメイクしたいな。
やばい、コンシーラー買わないと。殴り合い。こんにちは。姉ちゃんの失敗を見てるけど全然失敗してるし、でもなんか親は甘いのよ下の子に。まあまあってなっちゃう。え、ユウの時もっと怒ってたよねっていうことが多々ある。でこっちは、え、なんであんなには怒らないのって不満が溜まっていく。羨ましい、甘いの。だからどこの家庭もさ、結構さ、長女と次女で全然性格違うってか、同じような性格になるよね。私が次女の世界線ってなんか面白い。無理かも、想像できない。
ね、なんか私長女だよね。なんなんだこれ、なんでなんだろう。やば、目がいった。あ、びっくりした。目いった。なんか前髪みたいな毛が入ってた。痛かった、めちゃくちゃ。綺麗な頭皮。なんでさ、めちゃくちゃさ、私はさ左右対称に、眉毛、めんどくせえからや、もうしゃあない。
眉毛難しい、一生描けない。眉毛サロンとかでさ、めちゃくちゃ綺麗に整えてもらうとかしか、私が綺麗に描ける未来は見えない。昨日ね、そう、友達とご飯に行ったって話したじゃないですか。それは、あの、前劇場に来てくれた子たちなんですけど、誰が良かったみたいな、釣られたっていうか、パフォーマンスとかを見て、あのね、それぞれでね違ったんよ。あのダンス、歌とかビジュアル、こう総合トータルみたいなので違った。二人がまず惹かれてたのはもっちゃんだったね。もっちゃん、一番最初に名前が出てきたのはもっちゃんだった。なんか手足が長い、バレエみたいな、綺麗さとかって言ってたな。でね、歌がね、部長、歌がめっちゃ上手だなって思った。あの、ななみさんとか、でね、その〇〇〇ちゃんじゃない方の子は結構48大好きで、中学校の頃から NMB48 を推してたみたいな感じの子なのね。だからなんか結構48グループのメンバーのことを知ってて、でやっぱり聖司玲奈さんは一期生だねって、もうなんか輝いてたって言ってた。ね
なんかさ、私たちの席さ、センター裏の、センター裏ばっかり行くからさ、ゆうなが、全然見えなかったんだけど、とか言われて。でね、なんかね、あのね、広がったかと思ったらね、柱に隠れてね、見えないんだよ、とか言ってた。おーいっつって。で、その48が好きな好きな子はもうコールとかめっちゃしてて、もう一人の〇〇〇ちゃんは蒸発した水分と世界の一重で泣くっていう。めっちゃおもろくない？嬉しいよ。とっても。また行きたいって言ってた。次は、あの、ちゃんと色の変わるペンライトを買っていくからとか言って。いや、なんか、最初、入る前、劇場に入る前に、ペンライト、てかサイリウムカラーを調べてくれて、緑だってなって、百均でパキって、パキってやるさ、ペンライト、買ってくれたらしいんだけど、ゆうながいないとき気まずいっていう、そのステージにユニットとかで私がいないときにちょっと気まずいから。だからその次行くときは色の変わるペンライトを持っていくって言ってた。でね、劇場のその中にね、持ってっていいものとダメなものが分かんないから、コインロッカーを3回ぐらい開けたって。コインロッカーに600円使った。あ、これもダメなんですか？あ、これもダメなんですかってさ、言ってさ。
最初ね、飲み物？飲み物を持って入ろうとしたらしい。まあそうだよね、2時間の公演だったら喉乾くよね。そりゃそうだわ。そしてさ、飲み物ないでさ、なしでさ、あんなコールしてたらそりゃ枯れるわ。みんなお見送りの時ガラッガラになってる人いるけどさ、危険な液体だったら良くないってことでしょ？やっぱだから本当に夏はさ、熱中症とかさ、それこそ冬より全然喉乾くからさ、中に持ってける水分計を販売するべきだね。私がこんなとこで声を上げたところで変わんないだろうけど、そんなルールはない、簡単に変わらないでしょうけど、ゴミ問題。あー、それはさ、 NGT はのファンはもう素晴らしい人たちなんだぞっていうのをさ、おのおのが頑張ってもらってさNGT のファンなら大丈夫か、涙が出てくる。
うるしてる。ふぃー、痛かった。劇場内のルールってさ、チケットセンターの注意書きのところとかに書いてあるの？どこに書いてあるの？私はさ、ステージ側のことしかわからない。こんにちは。はずれー。どこにこれはダメ、あれはダメって書いてあるの？あ、ロビー。ロビーに紙で貼ってあるんだね。それ守ってたら入れるの？絶対に。なんかプラスアルファでさ、それもダメなんですよとかある？暗黙の了解みたいなルール。なんかその張り紙を見れば分かるんだったらいいかもね。なんかその張り紙にないルールがあるんだ、あるとかなると、これは劇場に持ち込めませんとかね、いろいろ。新規さん一人では、き、一人で来ることはあんまないか、はなんか来づらかったりするのかね。こんにちは。
できたできた。はい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 、オッケーオッケー。あとは髪の毛を作って、今日はストレートかな。はい、ストレートにしたいと思います。これはストレートアイロン。巻き髪ね、最近してるんだよ。結構朝起きて肝っていうのになってたらすぐお出かけするんだから。いやいやいや、まあでも今日はね、お仕事だからしっかりと。綺麗にしていく。腕相撲で無双したい。どんな夢だよ。中学生高校生になって腕相撲しないからね。小学生の頃は負けたことなかった。
こんにちは。こんな感じか。ちょっと今日はさ、大事だからさ、ちゃんと変なところあったら言ってほしい。雑誌の撮影、雑誌の撮影だったら自メイクしないでしょう。やってもらうでしょう。やばい、時間がない。キョ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 。では壇上を読みます。13位まこえもさん、ありがとうございます。12位ひろいちさん、ありがとうございます。11位新潟かずさん、ありがとうございます。10位ひみこちゃんさん、ありがとうございます。9位音速の貴公子さん、ありがとうございます。8位片山さん、ありがとうございます。7位突破Qさん、ありがとうございます。6位シャケコウイチさん、ありがとうございます。5位山ありさん、ありがとうございます。4位まゆちゃん、ありがとうございます。3位太郎さん、ありがとうございます。2位ヨッタさん、ありがとうございます。1位トマオさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。ではまた夜ねってことで、じゃごきげんよう。みんなもあと半日頑張ってね。バイバーイ。